ソウル特別市内の一京副区は朝鮮王朝の王宮である。現在の韓国のソウル特別市にある。李成景により1395年に、現在の大韓民国ソウル特別市小6清掃寺1-56に置かれた朝鮮王朝の王宮。近代では、大日本帝国に併合された後に、朝鮮総督府の庁舎が置かれた。韓国建国後は、敷地の一部に、 大統領官邸が置かれている。現在は、慶福宮の中心部に1867年に、沖ノり大院君によって再建された、金星門や金星殿などが現存し、建物の復元が進行中。朝鮮王朝の海蘇理政権は1392年に、海上で王に即位、その2年後の1394年に、関与への戦闘を決定。 無学大師の風水に基づき観光の北、北岳山の南にあたる、洋の地が選ばれ、李政慶が会場で政務を取っている間から、王宮の建設が始まった。帝道殿によって、慶福宮と命名され、1395年から、李氏朝鮮の西宮として使用された。1397年には、関陽の城郭と四大城門が完成した。その後、約200年間、 西宮として使用され、1553年に大火によって消失した。1592年の文禄の役において、国王の戦争が半寸から逃亡して治安が乱れると、先人争いをする、小西行きながらの一番隊や加藤清正らの二番隊の入場前に、朝鮮の民衆によって、略奪と放火の対象となり再び消失した。その後は、利休の聖徳宮が、 政殿に使用され、慶福宮は約270年の間再建されなかった。光家門通りから望む朝鮮総督府。朝鮮王朝末期の1865年に、高僧の父大木則大院君が再建し、1868年に国王の住居と政務を聖徳宮から移したが、1896年に高僧はロシア公使館へ逃げ込み、そこで政務を取るようになり、 宮殿には王が不在となった。その後西宮は1897年に喜び運宮に1907年に順守の即位で聖徳宮に移る。1910年、韓国併合条約により大韓帝国の統治が終了すると王宮としての役割をなくした慶福宮に代わり、 朝鮮統治を後継した朝鮮総督府の庁舎の建設が慶福宮敷地で1912年から始まり、1926年に完成した。慶福宮の資材は大火にあった小徳宮の修復に使用され、光家門は正面から移設された。上写真とほぼ同一の現状。韓国独立後、慶福区内の旧朝鮮総督府庁舎は中央庁及び、 韓国国立中央博物館に利用されていたが、慶福宮復元計画により、賛否両論の中で1996年に解体された。現在は、光家門を、正門、金聖殿を正殿とし、それを結ぶ線に対して、左右対称に建物が配置されている。これは、北京の資金城などの様式を習ったもので、儒教の思想や伝統にかなったものである。また中には、 優雅な庭園が廃されており、宮殿の中にいながら、山画に遊ぶことができるようになっている。現在は、宮殿北側にある部分が、大韓民国大統領官邸に使用されている。光家門は1968年に、鉄筋コンクリート作りで、外観復元されたが、総督不調者があったため正確な位置ではなかった。そのため2006年に撤去され、2010年、 正確な位置に復元された。慶福グルは1990年から復元事業が行われており、2010年の光家門復元は第一次事業の最後を飾るものであった。第一段階事業によって89棟が復元され、これは1865年再建当時の25%水準となる。第二次復元事業は二千十一年から始まり二千三十年に、 終える予定である。第2段階復元事業により379棟を復元し1865年再建当時の75%の水準を回復する。第1次復元事業では主だった建物が復元されたが、第2次復元事業では付属の建物の復元も進められる。令、礼、角久沈み、橋系回路。1920年頃。 ありがとうございます。